皆さん、こんにちは。私は過去の番組で、日本では一旦殺人事件が発生すれば、ほとんどすべてのメディアが報道し、一部のテレビではしばらくは毎日追跡報道していますが、中国ではこのようにしないといい、もし中国も日本と同じように報道すれば、おそらく1日24時間報道しても、当日発生したすべての大事件を すするこことととがができないだろうと話したことがあります日本人にとって私のこの話が信じられないかもしれませんが中国では確かに信じられないことが毎日のほど発生しています最近まだ信じられないことが発生しました今日はこの信じられない事件について話します8月25日突然 インターネット上に複数の動画やメッセージなどが殺到しました。その内容は四川省、楽山市、寛永鎮、十字街のある店舗が十数年前に発生した複数の殺人事件に関与した可能性があり、容疑者は集団犯罪者で、 人を誘拐、拉致した後殺害して臓器を摘出し、遺体は裁断して埋めて痕跡を消そうとしたということです。インターネット上で流れている情報によると、多くの遺体が掘り起こされ、何日も前から四川省、生都市の公安局の作業班が現地に急行して調査などを行っているということです。 複数の動画にも落山市寛永鎮の十字街にあるエイキン電気修理という店の前に大勢の人が集まっている様子が映っていますアップロードされた大量の会話のスクリーンショットから見れば複数の関係者がこの店で陰算な犯罪が行われた可能性があると指摘しています地元住民によると この事件は殺人と臓器狩りに関わるもので、生徒市公安局が何度も来て、何日も滞在し、自分も警察に事情を聞かれ、警察を連れて店を見に行ったことがあるそうです。このような情報は非常に多いですが、まとめると大体以下の4点になります。1この事件は 犯罪集団による犯行で、10年ほど前、臓器狩りのために人を殺し、遺体を大型肉引き機などで砕いて浄化槽に流し、完全に砕くことができない骨は地中に埋めたのです。少なくとも今まで3体の遺体が警察に発見されており、いずれも臓器が摘出されたのです。2. 犠牲者の数は様々で、十数人から百人以上、二百人以上と言っている人もいます。三、動画を撮った地元の人によると、寛永市のこの事件が明るみに出たのは、道路の怪しげな店が複数あり、酪山市水耕地でも道路の店があったので、当該店の容疑者が、 関栄地のこの店を白状したからです他の場所でも同イの店があるかどうかは不明です4まだ情報通と思われる人からの情報によると臓器刈り事件は確かに存在し殺害された人はみんなが容疑者に出資した人たちです 被害者が外国に出て行った後の錯覚を与えるために、容疑者は被害者を瑠璃、水霊など国境地帯にわざと連れて行ったこともあります。香港隣接の深選市の公安局がこのような事件を検挙したことがあり、この事件を深く取り調べているうちに、洛山市、寛永寺の事件が掘り出されたのです。 また、実際の被害者数は数十人で、中には一家で駆除された人もいます。もう一つの情報がこれらの情報に伴って広がっています。それは、四川省、成都市、公安局の作業班が2012年下半期に管内賃でのテナント募集の手がかりを探している通知です。通知によるとテナントが 動物資料確保の名目で店舗を借りて機械設備を搬入したり店舗を改装したりしたことがあります。数値によると警察に事件についての手がかりを提供するものは手がかりの真実性が判明された場合奨励金として警察から2万人民元の報酬が与えられます。 通知の最後には連絡先の警官の名前と電話番号がありますが、この電話番号は確かに四川省、生徒氏のものだと証明する人もいます。このような恐ろしい事件について、今まで中共政府はいかなる反応も見せてありません。唯一反韓、反民と言われる情報は、大陸の過小歩の報道です。 同市の8月26日の夕刊によると、同市の記者が現地に行って取材し、ネット上の動画の場所は確かに四川省落山市の海英鎮であることを確認しました。同志の住民は記者に、事件が起きた店は自宅から約100メートルしか離れておらず、その建物は10年前に建てられ、 2階以上は住宅で1階は路面店であり店の面積は数十平方メートルしかなく現在のテナントは中で家電製品の修理に従事していると語りましたこの住民も殺人や死体が埋まっているという噂も聞いてありますが噂の真偽を確認することができないと述べました その後、記者は、落山市寛永鎮の公安派出所を取材しましたが、当番の警官は、この件は嘘だ。そんなことはない。現在手間を流したものに対して対処しているところだと話したそうです。しかし、この唯一反感、反民と言われる情報は、報道権と言われる警官は匿名であり、 しかも公式な報道ではなく、中共の主流メディアではないから、中共政府を逮捕することはできないです。以上は、寛永鎮で発見された死体埋め事件に関する、これまでに報道された主な情報です。では、この恐ろしい事件が本当に存在するのでしょうか。私は現実に起こっている可能性が高いと思います。 仮小法の報道から見れば、警官のデマの打ち消しには具体的な内容はなく、いわゆる噂について詳しく話してありません。誰がデマを飛ばしたのか、動画は誰が撮ったのか、どうやってアップロードしたのか、噂がどのように広がっていたのか、デマを飛ばした人に対してどのように処罰するのか、などについて何も言わなく、 ひたすら否定するのです。だから、警官の話には説得力はありません。まだ、この店の現在のテナント、営金、電気、修理の責任者も、今までいかなる声明文も発表してありません。もし、この噂が全くの手仕上げであれば、現在のテナントの商売や評判が大きく影響を受けるので、 テナントはすぐに噂の払拭に乗り出したはずでしょう。実はすでにこの電気修理屋は人を殺して臓器を打っているのではないかと誤解されています。私も真っ先に疑った容疑者は現在のテナントでした。しかしこのような衝撃的なニュースが4日前から報道され、店の敷地に大量の人が集まっているのが見えますが、 テナントは手間を打ち消すために何かをするのではなく逆に引っ越ししているそうです。民間の情報によればこのような闇屋が複数ありここは遺体を砕けて埋める場所の一つに過ぎず必ずしも臓器で傷つつ場所とは言えないです。 資料入れ用の袋は大きくで、遺体を入れて隠すことが便利で、資料原料の粉砕機の搬入や店舗の改装などの情報は少なくとも論理的には確かに遺体粉砕に適切です。複数の情報源によると、事件を調査しているのは地元の落山市や寛永地の警察ではなく、上級の 生徒市の警察です生徒の警察が事件を調査しているということは、四川省の公安部が直接扱っているということです。この事件は落山地に限らず、他の地域にも関連しており、省内の大事件か、あるいは省をまたいた大事件の可能性が高く、 このような闇屋が複数あるとの可能性が高いということが推定されます。実は中国大陸でこのような事件が発見されるのは決して偶然なことではなく不思議なことでもありません。昔も発見されたことがあり将来ももっと多く発見されるでしょう。2021年に発表された中国迷子白書によれば 迷子の数は2016年に397万人に達し、その後毎年減少して、2020年には100万人を超えています。この公式の数字によれば、未成年者の迷子の割合は9.44%です。この割合で計算すれば、2016年から2020年までの5年間で、 行方不明になった未成年者数は107万人となり、毎年平均20万人以上が行方不明になっています。これは天文学的な数字です。これだけではなく、カナダ独立調査団やファルン君リンコ迫害の真相を調べる連合調査団などの調査によると、 中京が1999年からファルン君を弾圧してから、今まで臓器狩りによって殺害されたファルン君修練者だけで数百万人です。これらの人は全て不法に殺害されたため、彼らの遺体は正常に処分されなく、ボイラーを改造した焼却炉で焼却されたり、不法に埋められたりしたのです。 このように埋められた遺体は永遠に隠されることはなく、いつか必ず露呈されるでしょう。今回の寛永鎮で大量の遺骨が発見されたことは、中京のファーロンコン修練者に対する臓器狩り事件と関係があるのではないかと思われます。今日の話をここまでにします。ご視聴ありがとうございました。